皆さんこんにちは、木村邦信です。それでは商品の方を説明していきます。最初にですね、 GS のモデルになります。188cm、レッドスター G9 フィスになります。まあ、昨年まで、フィスのカテゴリー 35m ラディウスだったものが 30m になりました。まあ、ただラディウスが小さくなっただけではなくて、やはり昨年から我々皆さんに勧めているサーボテック、ここが一番大きい点です。サーボテックによってターンの前半の捉えが昨年僕も使用していますけども、すごい良くなりました。で、特に足元に引っ張る感じでしなりにつながる、それがやはりターンの前半に、このサーボテックを利用しながら入っていくことで、中盤後半としなりを使いながらしっかりとカービングを利用してスキー の走りにつながるんではないかなと自分の中で感じています。そしてアトミックらしい重厚感のあるエッジング、そこはやはりこのプレートに隠されているかなと思います。サーボテックプラスこのプレート、それが GS の魅力かなと思ってます。